皆さんこんにちは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、前回発見したメサに行ってみたいなと思っております。でメサに行くからツルハシとスコップを持ってこうかな。あと松明ちょっとだけ持って行った方が良さそうかな。よし、こんな感じでどうかな。あと作業台を持っていくのと船持っていきましょう。一応チェストも持っていこうかな。一個だけ。もしかしたらお宝を置いて帰ってまた行こうってなるかもしれないからね。持ち物はこんな感じでいかがでしょうかね。矢を持っていこうかな。60本でさすがに足りるとは思うけど、もうちょっとだけ。よし、これで行きましょう。本当はね、シュルカーボックスとかエンダーチェストとかがあったらいいんだけど、そういったものはね、まだ現在は作れる状態ではないので、というかまあシュルカーボックスはそもそもね、エンドに行かないと取れないしね。ということでポケットがね、多分すぐにまたいっぱいになると思うけど行きましょう。方角的にはこっち向こう側だったんだよね。なので向こう側を攻めよう。ゴーレムがめっちゃいる。こっちの旅はね、実はまだしてないよね。とりあえず行ってみましょう。レッツゴー。メサがね、嬉しすぎてね。なんかもうちょっと置いてからでもいいかなと思ったんだけどね。もうメサが嬉しすぎて、いやもうすぐ行こうと思って、もうね、今日メサに行くことに決めました。ここら辺が多分その前に言ってた白樺の森なのかな？あ、でもちょっと待って、これ大陸だ。大陸があるということは、メサの位置がやっぱりこっちじゃないかもしれない。あ、待って待って待って、ここになんかあるよ。ちょっとそこに船を置いて見てみましょう。お、なんだこれは。なんかあるかな、お宝。そして守ってる人誰もいないね。お宝、埋まってるタイプかな。やばい、来た。ちょっと待って、戦ってる場合じゃなくて息ができない。どこ行った？いた。バン。よし、やっつけた。じゃあちょっとだけ掘ってみようかな、せっかくなのでね。あ、あったよ。やった。おー、宝の地図だ。やった。小麦と石炭と、そしてそしてこの辺にもありそうだよね。真ん中一回息をして、端の方から攻めていこう。真ん中は一番最後。あった。おー、めっちゃ石炭が入っていると。小麦、入れ食いさん、よし、あ、いたた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 た。息をして、安全に。よし、この辺は、どうですか？なんかありますか？ん？ここは？ない？あ、あったあったあった。あった。お！石炭。腐った肉。宝の地図。石の斧はいらんな。やばいやばいやばい、息が。はいと。お、行商人があんなところにいる。浮いている。よし、あと真ん中。真ん中行こう。真ん中を攻める。あ、あったよ、あったよ。ありました、ありました。うん、宝の地図。石炭。エメラルド。よし、ゲット。一回ちょっと。息。最後に、ここ。ここです。よし、せーの。ガシャン。おお、石炭めっちゃ入ってるな。待って、宝の地図が4枚も手に入ってしまった。これちょっと今日メサ行くのやめて宝の地図探しじゃない。よし、じゃあ宝の地図を見てみよう。4枚ゲットしたね。1枚目、あ、近そうだよ。2枚目、え、一緒かーい。一緒でしたね。3枚目、4枚目、はい、全部一緒。はい、全部一緒でした。全部一緒はうざいな。まあ仕方ない、仕方ないので、この辺に宝の地図を捨てていきましょう。よし、じゃあこの地図行ってみようか。太陽が向こうに沈んでいるということは、向こうが西でしょ、こっちが東ってことは、こっちが北っていうことはこっちだ。船を回収して、あ、ピンクの羊がいる。珍しい。え、これ前にあった羊さんかな、もしかして。前にもピンクの羊がいる珍しいって言ってたよね。はあ、すごい。え、しかもこっち湿原か。え、ちょっと待って、メサの位置間違ってる、もしや。まあいいや、ちょっととりあえず地図行きます。お、進んでいる進んでいる。いいねいいねいいね。進んでいて、この辺かな、この辺で右と
湿地帯のところにあるのかな。いや、そうじゃなさそうだな。よし、じゃあ落ちないように行きましょう。こういうところにね、落ちると危ないからね。暗くなってきてしまった。仕方ない、ここで一回寝ようかな。おやすみなさーい。はい、おはようございます。よし、オッケー。ということで、あ、もうちょっと、あ、あそこのこの辺じゃない？ここっぽい。うん、そうだ、ここだ。まさにここ。今日こそなんかお宝見つけたいな。こないだもう諦めてしまったからね、あまりにもなさすぎて。あったー、めっちゃかわいい。え、待って、すごい、鉄がめっちゃ入ってる。エメラルド、焼き鮭、焼きたら、海洋の心、鉄の剣。うわ、全然いらん感じだった、残念。ということで、メサに行きましょう。いい加減座標を出しますね。こっちが合ってるのか、こうだな、こっちの方角だね。よし、メサに向かってレッツゴー。この辺は針葉樹林なんだね。針葉樹林の森だ。ってことはワンちゃんがいる。ワンちゃんじゃなくて狼、狼がいますね、きっと。でもね、マイクラの狼ってね、ワンワン言うんだよね。だからね、私は犬だと思ってる。船で行こう。前回と違う道で来てしまっているから、本当に座標を見ていかないとわからない。うん、横はもうこんな感じで合ってる。こっちだ。マイナス600いくつって言ってたもんな。え、やばい、めっちゃこんな森みたいなところに入ってきちゃったけど、本当に大丈夫ですか。やだよ、あんまり森は好きじゃないんだよ、暗いし。うん、見えてきた、見えてきた。本当にめちゃくちゃ近いな。5分もかからずに来れるんじゃないかな、多分。やったー、メサだー、メサだ、メサだ、やったー。よし、到着。ということで、さあ早速こっからメサ探検に行くわけですが、どうしよう、どうやって行ったらいいのか。めちゃくちゃね、広いんですよ、ここが。めっちゃ広いんですよ。なので、ここにまず拠点を作ります。万が一ね、死んだとしても大事なものは守るという。よし、こんな感じでいいかな。うん、やばい、夜だ、やばいよ。ちょっとこんなことしてる場合じゃない、こんなことしてる場合じゃないよ。一回寝ます。おやすみなさーい。はい、おはようございます。ということで、ちょっと拠点作りだけささっとしてしまって行きましょう、探検に。なんか扉的なの作ればよかったね。そしたらゾンビが入ってこれないけど、まあ仕方ないか。まあ白樺取りに行くのもめんどくさいので、まあいいでしょう、これで。で、一応目印で、はい、一応ね、拠点はここだよという目印もつけときました。よし、それじゃあ行こう。まずは、やっぱり廃校探しかな。よし、それでは廃校探し、レッツゴー。この前見つけたとこも廃校だったよね。あ、イルカさんがいる。こんな、あれかな、海に面してるところにはないかな。もうちょっと奥まったところに行かないといけないかな。めっちゃ赤い。赤土。広いなぁ。なかなかの広さだな。危ない危ない。水に落ちる。うわぁ。広大なメサです。あ、こないだ来たとこここじゃない？廃校あるって言ってたの。あ、あったあったあった。あったよ。とりあえず1個目発見しました。よし、気をつけていこう。おお、あるある。近いね。いいね。階段を作って、危な。やば。迂闊に掘ったらいけないわ。めちゃくちゃ危ない。そういうことね。で、こういうところとかも掘っちゃうと、崩れていっちゃうし、しかも、ここに、クモスポナーがあるじゃん。とりあえず、暗いの嫌だから、明るくしとこう、この辺。しまったなー。ハサミ持ってきたらよかった。あ、この剣でいけるか。このクモの巣がね、結構邪魔でね、ハサミがあるとこのクモの巣がね、すぐに取れるんだけど、この剣でもいけた。クモスポナーのさ、もう意味をなしていない感じになってしまってるけど、ここのクモスポナー、まあ、一応制圧。一番の廃校のお宝は何といってもこのレールです。どうしよう、廃校に来たのはいいけど、どうやって制圧していったらいいんだろうっていう感じがしてしまう。まあちょっとね、多分ね、バカみたいに広いと思うから、全部行くことはちょっとできないけど、さすがに。けどなんかお宝ちょっと見つけれたらいいなっていうのはありますね。
来た。おう、おう。ここのクモスポナー一応生きてるのかな。めっちゃクモスポナーがあるね。一応クモスポナーも潰していきましょう。この剣さ、一応修繕ついてるんだけど、その敵を倒さないと修繕にならないんだよね。経験値を使って修繕するから、ちょいちょい敵は倒していきたい。お、わあ、わあ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。もう、いや別にさ、いいんだけどさ、クリーパーとか爆発されても、ここは私んちじゃないし、いいんだけど、やっぱびっくりするよね。よし。よしよしよし。OK。とてもとても複雑な作りですね。うん、まだいる。危ない。ノックバックついてるのいいな。クリーパーが爆発しない。よし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 。いい感じできてるんじゃない？あ、そうだ。ここの木を持ってって、扉作ろう、拠点の。あとね、そう。メサには、この金がね、いっぱいあるんだよね。なので、金も一応取っていこう。うん。やばい。これはこの辺で寝た方が安全か。おやすみなさーい。はい、おはようございます。なんか雲の音がしたけど、どこにいるかはわからない。ダメだ、果てしない。マジで果てしないな。ツルハシがね、もうやばい。もう終わる。もうね、金がキリがないから、もう金は取るのやめようかな。めちゃくちゃいっぱいありますね。よし、それでは一度拠点に戻ります。拠点もうちょっと近くに作った方が良かったかもしれないね。意外に拠点までが遠かった。近くにやっぱり作り直そうかな。で、今日の収穫は、金鉱石が57も手に入ってしまった。あと、レールがもう1スタック以上手に入ってるね。素晴らしい。あと、糸はね、もう多分無限に取れると思う。もうちょっとお宝一つぐらいは発見したいので、もう少し頑張りたいと思います。はい、ということでね。次回もメサの廃校を探検しようと思っておりますので、お宝を一つぐらいは見つけたいですね。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.